さあということで来ちゃったね、バッジトレイルセンターに懐かしいこの音楽、なんか声出てないし俺も、あーすごいすごいな、すごい画面。ということで前回ニャニャニャネコマリオタイムを見ようって動画を出したら思いのほか好評だったので、今回は久しぶりにバッジトレイルセンター来ちゃいました。僕と同年代の人しか見てないと思うんで、わかるでしょ説明しなくても。行こう。お、来た。 YouTube 動画見てたらこれ7分経ってたぞ。おい、来たー、久しぶりー、バイトかー。小学校2年生の時さ、友達の山本修司君とあれだもん、バイトバッジトレイルセンターごっこやってたもん。こんにちはってやってた。懐かしい、久しぶり、ごめんな、待たせたぜ。てか今課金できないけどこれどうやってやんのわかんねえけど、まあやろっか。今日もご来店マジ感謝っす。いいいいいいよこれ、もうできなくなっちゃうんだもんね。楽しんでいってほしいっす。おいっす。うわーいいね、もうこのバイトくん俺大好きだもん。任天堂キャラクターで好きなキャラクター選べって言われたらバイトくんはまあ確実に入ってくるもんね。うわ俺コレクション191個もあったんだ。200にしてえなちょっとバッジキャッチャー見てみる。今ね動画撮ってる時点で3月18日多分当日にあげてるねこれだから今日のやつ見てみるか。うわー持ってると思う、懐かしい。うわこういうのもやってたわ、持ってる持ってる。うわーこれあれだ、イラスト広場のニッキーさんじゃん。本当にね、もう俺らと同年代の人ならわかると思うけど、バッジトレイルセンター大好きじゃん俺らってリズム天国とかのやつがあんだ。妖怪ウォッチとかないの、これ友達コレクションの食べ物。スプラトゥーン、妖怪ウォッチないの、なかったわ、一周しちゃった。これお金入れようとしたらどうなのかな、お金入れようとしてもできないのかな。よしやってみよう。お、遊んでくれるっすか。これ多分できないんだよね今。さあ一応準備中にはなったけど、いやそもそもインターネットに繋がらなかったみたいっすね。ごめんなさいごめんなさい、はいごめんなさい。じゃあさ実質サービス終了みたいなこと、もしかしてここもだってもう終わったでしょ、早めに。これ2017年に終わってるでしょ、一応シミバース広場でテーマも変えないでしょ。まあインフォメーションは見れるかもしれないけど、実質サービス終了ってこと。いやそうだった、俺ら無課金のためにはこれがあるじゃないか、当たり付き練習キャッチャー、やるぞ。これこれ本当にこれ、それじゃ練習スタート。毎日やってよ、毎日アクセスして当時の俺たちはやってたんだよ、当たり付き練習キャッチャー。トタケケ狙いましょう。うわた、待って、もうこれができるのもあれなんだもんね、もう少しなんだもんね。ちょっと待って、噛み締めてやろう、噛み締めて一回一回練習しよう。いや噛み締めた噛み締めて1枚ゲット。これは繋がってるんだな、噛み締めてアルパーカーズー取るか。え、そんな裏技みたいなことしなくていいんだって、少ししか動かしてないからみたいな裏技やめて。アルパーカーズのリサさんもしたためてゲットしていくと。いやこれ俺多分うまくねえな連続ゲットとかできんだろうな、うまくやれば。トタケケ取ろう、いけ。ちょっとこう左寄りにやることでこうやってトタケケを間違いなくゲットできると、いいですよ。うわタヌキキッチ、こあたあたあ、これ下手だな、俺下手。これやってたの懐かしい、これてて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 、懐かしい懐かしい。下手になってる下手になってる下手になってる、皆さん皆さん助けてください。トタケケ、俺はトタケケを取りたいんだ、なんで俺はタヌキを取んなきゃいけない、俺はトタケケが好きだろ、トタケ。よし取ったな、勝ったな、風呂入ってくる。おわ、いやダメだよ、3枚じゃ3枚じゃ当たり出てこないって。おい3枚って、うわー、おー当たりきたおいもうほんと大好き、バイトくんバイトくん俺大好きだよ、これが出たらこれが出たら最高だな、やって
ゃあおごりプレイエンジョイっす。永久保存版でしょ。スイッチにも出せ。スイッチのソフト画面の上とか下とかに付け替えるようにしてくれよ、バッジを。やったー、無料プレイスタート。いやでもこれはちょっと苦手だからやめていいですか。3プレイだからな。いや俺でもね、意外とね、みんなとは違うかもしれないけどね、俺こん中だったらニッキーさん撮りたくなってきちゃった。ごめん、ニッキーさん撮りたくなってきちゃった。ニッキーさんやっていい？みんなとはね、感性が違うかもしれない。こん中で俺が一番撮りたいキャラはニッキーさんなの。なぜなら 3DS だから。わかんない、やろう。ニッキーさん、ニッキー、猫が、隣の猫が、あー、隣の猫のせいで、おーい、誰だよてめえ。ちょっと待って、やばいやばいやばいよ。俺は人生をかけたこの位置だ。よし、行ったでしょ、いい位置。あ、パンだ。おーい、おい、ゴミパンがよ。ちょっと待って、ゴミパンのせいで。バイト君ありがとう。行け、ニッキーさん、行け。おい、ゴミパンがよ。入ったか、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 運べよ、運べよ、ニッキーさーん。のえ、ただただミスじゃん。ゴミパンとゴミ猫がいるからよ、取れなかった。あー、でもいいんだよな。これま、まとめてゲットみたいなのが出てきてさ。でもさ、いっぱいあった時俺さ、連続でタッチしたいタイプだったわ。もらいます。お疲れしたー。続けてお支払いプレイ、いっちゃうっすか。ちょっとごめんなさい。もう今はというか、ありがとう。ちょ、今までの俺のコレクション見てみるか。俺が過去、小学生の頃から、通算でどれぐらい取ったんだろう。うわぁ、マリオブラザーズでマリオだけ取れてない。いろいろでも遊んでたからなぁ。うわぁ、こういうの、ああ、こういうの俺集めてたんだ。じゃろうだいね。あ、でもコンプリートしてる達成13ページあるね。これはコンプリートして、さすがにこれはコンプリートさせてもらってるわ。うわぁ、懐かしいなぁ。いい音楽てか、ここも。13ページって意外とコンプしてるね。あ、なんかこういうのって結構さ、ブロックだけのページって結構なんかまとめて爆弾とかでゲットできたりするんだよな。爆弾とかハンマーとかあるから。わ、マリオカート8、余裕のトップ、自然のマリオカートコンプリートしてる。おお、飛び盛りはね、俺 3DS で一番大好きなソフト、飛び探せ動物の森だからね、飛び盛りはいっぱいやってると思う。うわ、鳥寺もやってる。俺がやってるゲームだな基本やっぱと思ってんのは。わ、ダルマッカと仲間たち。さらにディアンシーと仲間たち。世代だなぁ。わ、妖怪ウォッチあった。妖怪ウォッチ俺、コンプリートしてるわ、唯一。その2ってやつ。その2ってなんだよ。あ、で、バッチ君の、あれか、もう得意、課金したやつ取れるやつも全部取ってんのか、俺。あ、でも第6弾だから、終盤にしか課金してないんだね。そう、小学生の時は課金できなかったからな。懐かしい。まあそんなこんな言うとりますが、私もバッジを持ってるし、ちょっとバッジで最後になんかデザインしちゃおうかな。にゃにゃにゃ猫マリオタイプ壁紙なのは置いといてください皆さん。あ、でも意外と192種類持ってんだね。最後にじゃあちょっとコレクションして終わろっか。いっぱい持ってんな。うわー、サンタマリオ、ここら辺に置いとこ。ほら見て、俺のこのなんとも言えないセンス。テーマはいいやつら対敵です。別に4号が悪いっていうこと言ってるわけじゃないんだよ。4号強そうな炎出してるけど。僕の持ってるバッジをなんかいろいろ使おうと思って。いいね、さすがにこれ俺のセンスが光ってるね。メガバシャーもたいニッキーのこの手紙みたいなやつ、お、果たしてこれ本当にこの手紙勝てるのかっていうね、あの説はありますけども。こういうのをミーバースにあげて、一押しミーバース広場でバイト君がね、なんかコメントくれたりするんだよね。
はい、ということで、まあいいでしょう。今日はこの辺で終わろうと思います。懐かしの、バッジトレールセンター。もうね、4月17日閉店なので、もう12だったかな、わかんない、忘れちゃったけど、とにかく俺は懐かしいんで、今からでも毎日やるべきです。はい、3DS がまだある人は、ぜひぜひやってあげてください。ということで、以上、ピッポランドのポコでした。じゃあ最後に、僕のバッジくん、バイトくんモノマネを聞いて、似てたらチャンネル登録しててください。似てなくてもしてほしいけど、いきます。いきます。おいしそう。ありがとうございました。